俺のターン。俺はランクアップマジックソウルシェイプフォースを発動。墓地からレボリューションファルコンを特殊召喚する。そしてこれを素材にオーバーレイ。勇猛果敢なるハヤブサよ、怒りの炎を巻き上げ大地をも焼き尽くす閃光となれ。ランクアップエクシーズチェンジ。飛翔士のランク8レイドラプターズサテライトキャノンファルコン。サテライトキャノンファルコンのモンスター効果発動。1ターンに1度オーバーレイユニットを1つ使い、相手モンスター1体の攻撃力を800ポイント下げる。たかが800。この効果は墓地にあるレイドラプターズの数だけ発動する。墓地に眠るレイドラプターズは5体。行け、サテライトキャノンファルコン。かなれし者たちの怒りの数だけその炎で焼き尽くせ。山の前にあるのは敗北と絶望に至る道だ。2体目貴様に未来を打ち砕かれた俺の妹ルリの悲しみを知れ。3体目私半ばにして道を閉ざされた俺の唯一無二の親友ユートの憎しみを知るがいい。ユートの憎しみ。4体目どれだけ焼き尽くしてもカードに封印された仲間たちの怒りの炎は燃え尽きることはない。もういい、やめろ。5体目バトルだ。飛翔せよサテライトキャノンファルコン。カオスジャイアントを攻撃。サテライトキャノンファルコン、ぐんぐん上昇します。どこまでもどこまでも雲を抜け、成層圏までも。者たちの全ての思いその身に受けて砕け散る。エターナル